あ、どうも、井上です。この動画では、Google の、新しい、WordPress のプラグイン、サイトキットっていうのがあるみたいなので、それをちょっと、ブログの方に設定するやり方を動画にしてみたいと思います。先日、AdSense の方でこんな表示が出たので、ちょっとサイトキットっていうのを、ブログの方に設定してみたいと思います。そしたらこれ一旦閉じます。で、これですね。で、これ、ブログの方にログインします。で、ブログの方にログインして、ダッシュボードのこのプラグインですね。これをクリックします。するとこの画面になるので、この新規追加というのをクリックします。するとこの画面になるので、ここですね、このプラグインの検索っていうところに、このサイトキットっていうのを入れます。と入れると、ここに今ここに出たと思います。これの今すぐインストール、これをクリックします。するとインストールが開始しますので、しばらく待ちます。はい、インストールが完了したので、こう有効かと出てると思いますので、この有効かをクリックします。すると、この画面になりますので、このセットアップを開始、これをクリックします。ここをチェック入れます。で、セットアップを開始、これをクリックします。で、この Google で、これをクリックします。で、どのアカウントで、サイトキットに、ログインするかというので、こちら、アドセンスのアカウントをクリックします。で、これになるので、許可をクリックします。で、許可をクリックします。内容を見ていただいて、許可をクリックします。こちらをクリックします。これで、設定は完了になります。で、ダッシュボードに移動します。これで、サイトキットの設定は完了になります。サービスを連携、アドセンスもサービス連携します。で、同じように Google のアカウントをクリックします。で、許可します。で、許可します。で、次をクリックします。これで接続済みになりました。次、アナリティクスを設定します。で、アカウントをクリックします。で、許可をクリックします。アカウントで表示しびで、これでアナリティクスの構成っていうのをクリックします。
これでと接続済みになったので OK です。これはこれをこれも接続済みになったので OK です。これでサイトキットの設定は完了のようです。この動画は以上になります。この動画がためになったと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。